皆さんこんにちは、ハワイ圭介です。本日2024年、2月9日、14時51分、安倍晋三さんへのメッセージと、あと安倍晋三さんがなぜお亡くなりになったことになったのかの件が分かりました。最近流れたニュースなんですけども、安倍晋三さんのそのお母さんが、95歳にお亡くなりになりましたと。あの介護でもう政治から離れて生きていきたいっていうことだったんだと思います。それでまあその安倍さんがああいうふうな形でっていう、それでその当時のそのまあまあ他のそこまで分かってる人たちで、ちょっと国葬はそれはまずいんじゃないのかっていう話だったんだと思うんですよ。で、今安倍さんがどこにいらっしゃるかも僕も分からないですし、全然もう長い間直接会って話したことがないですから、まあ何か僕と話したい時があったら、普通に自宅に訪ねてきてくれるんでしたら、来ていただいたらいいんじゃないかなと思います。やっぱりその方法無理だと思いますね。僕に話しかけれた人間ってほぼいないんですよ。その絡んでくる連中はもう別ですよ。あれはもう喧嘩売りに来てるだけで、大人数で。数が多いから一人の人間に対して、気が大きくなってるだけで、その声をかけれるかけれないで気が大きい気が大きくないだけを理由にするんじゃないんですよ僕は。その僕の結婚話もそうですけども、その自然再生可能の河川水門開始玉発電、地下水流トンネル発電の件に関してもそうなんですけども、みんなもう どこから話したらいいだろうだと思うんですよね。その女性にしろ男性にしろで、僕ももう正直どうしたらいいんだろうっていう状態なんですよね。まあこれは安倍晋三さんに向けての言葉でもありますし、まあ一般の方たちにも僕の状況として、だから未だに春山聖子前に車で来て、外からこちらに向かって何か言ってくる人間、それが喧嘩売ってる口調じゃなかったとしても、もう嫌なものは嫌なんですよ。もうそれ、変わる変わるいろんな人間が声かけてきた、もう安心して生活できないじゃないですか。だから僕も安倍さんがその世間から離れたくなるっていう気持ちがすごくよくわかるんですよ。もう僕は一番最悪なパターンですね。お金が稼げなくて、ただただ毎日、絡んでくる人間は、ちょっと、危険だなっていうのはこの間ありました。男4人組で50メートルぐらい離れたところから、規制を上げるような形で、こちらに対しての、からかうような苦情で規制を上げてるんですよ。で、これまずいなと思って、すぐにスマートフォン取り出して、まず証拠を押さえたい僕としては、それね、警察官に来てもらった時に、その相手はそういうふうなことをしたっていうことを警察官の人が認めてくれなかったら、僕の方が、眠れなくなってるんですよ。本当に本当に。あ、これ大真面目に警察官の人を受け止めてほしい。で、学校の家の前の田村とかね、本当にいるんですよ。もう目でちゃんと確認したんですよ。電波の方じゃないです。もうその昔しょっちゅうあったじゃないですか。もう毎日もやられてましたから。で、誰がそんなローテーション組んでんのっていうぐらいの、本当に、スケジュール。100% でいましたから、毎日家の前。3人か3人以上。手に負えない、本当に。明らかにこちらもう遥か年下とかの人間が、年上でも厄介です。年上は年上で明らかに見下して物を言ってくるから、持たない持たない、それで怒るなって言うのは絶対無理。もうこの間男4人組だったし、でも僕も今年47だし、そんなに体鍛えてるわけじゃないから、その体鍛えていたとしても1対4の時点ではっきり言って、それ本当はどうしようもない状況だから、とりあえず僕はね、その時のチョイスは110番じゃなくて、まず集音っていう形で、でポケットの中に入れてね、録音のボタンを押しといて、で出した瞬間もう笑いながらね、ほぼすぐ出しよったっていうようなことをね、
言ってくるんですよ。こうじゃあ僕今その我ながら言えるような口調の今そんな気分じゃないから、まあ、こういうふうな口調なんですけど、もう毎日ほぼ毎日こういう状況ですね。でそれで音を自分たちの音声を集音したとかそういうことでその買い物行ってる間に不法侵入を仕掛けてきてる。で、盗まれたものがラーメンのねスープなんです。もう冷蔵庫なんかほとんどすっからかんだから間違いようがない。まあ、それ通報しても、今度からその警察官呼んでくださいとか、そういう対応なんですよ。で、僕としては記録つけたい、本当に。本音で、ね、これ警察官の人も分かってほしい。何回ぐらい絡んできたかのところで、もうちゃんと記録つけておいて、もう二度と絡んでこないような形にしなかったら、で、多分絡んできてる連中は、警察官から何かこう、やめとけよってこう言われてる者たちは、早いものだったら1ヶ月かそこらで多分は本当に忘れてもう一回絡んできてるんだと思うんですよ。本当に普段からそういうことをすることを慣れてしまってるのか、その、もう常態化してるのか、いやだからもう正直目合わせるのも怖かったから、目合わせた理由でこう来られても、もう僕もリュックにそのパソコンが明らかに僕は家出てる時にパソコンなんかいじられたりしてると思うんですよ。例えばグレイの曲をテレビ局の曲とかに変えられてたりとか、だから他の人間あいつらにした時にあいつが笑われるようにみたいな形でしてるんだと思いますよ。でいろんなところの文章をだいぶ手つけられてますから、多分そうなんだろうなっていうところで、もしくはサイバー攻撃。もう分かんない、僕も。どっからどこまでがどうなのか。だからもうパソコン持って、家出てるリュックの中に。壊されたりしたら嫌だし、嫌どころですもないし。だからもう目合わすのも怖いから、一番端の方をね、歩いて、見合わさないようにしようとして、まあ、もうちょっとこう緊張してる状態、いつ動いてきたらどうしようって、まあ、次イオンモール行ったら行ったで電話で話しながらなのか話してるふりなのか、老人男性が政治やでとかなんか言ってるんですよ。もう何の件言ってるのかわからない。ちゃんと言ってる。もうちゃんと何か言いたいんだったら、ちゃんとした話し合いをする人なんだったら、自分の名前をちゃんと言って、身分証明書を提示して、何々の件で、こうこうこういう件で、こういうことなんだけどもって言ってくれたらいい。まあ、こっちも言い分ありますから、いや、もう今までこうこうこうなってきたって。もうこっちはもうどうしようもないって、これ以上もう行動しようがないっていうことで。例えばその自然再生可能性の分野とかもですよ。まあ、それ国保持で、国がお金が入ってくるような形、ただ発案者は僕っていう名前は、表記してほしい。で、エネルギー庁傘下で雇ってもらうような形で、河川水門開閉式ダム発電、その国の方で弁護士や弁理士さんをつけて、弁理士さんって言うんですよ。わからない方へ向けて言ってるんですけども、その特許を、書類を、作る人。で、まあ、弁理士さん3人プラス弁護士さん1人とかで、まあ、書類作ったりされてるみたいですね。まあそのものにもよると思うんですけども、でまあその弁理士さんとかその弁護士さんの費用は国が出してもらって、ただそこの特許の、使用料は国持ちで、国にお金が入ってくるような形で、ただ雇ってもらうような形で、まあこれは、その現場に行った時に、自分で記録をつけたかったりだとか、民間という立場で雇ってもらって、で、ああした方がいい、こうした方がいいっていうのがありますから、まあもしくは自分の考えてないような内容でもっといいものが発見されるかもしれない。一番まずいのは何もしない状態なんですけども、まあ、一応その国が特許所持での話になった時に、
岸田さんはニュースでのメッセージは合うって言ってるんですよ。だけどもこれ自民党の事務所に電話かけて、またけど秘書官の人に断られるんですよね。秘書官か秘書の人に、その麻生太郎さんの時、麻生太郎さんが総理を降りて安倍政権の時に一回電話かけたんですよ。麻生太郎さんだったら話分かってるだろうし大丈夫だろうなと思って、で、秘書の人が、まあ、裁判ということでしたら、まあ、証言とか、まあ、そういうような形、対応しますっていうことだったんですけども、でそこで聞いたんですよ。あ、やっぱり会わせてもらえないですかっていうことで、もうこちらはそういうように対応してますっていうこと でやっぱりこれ正直本音でお伺いするんですけども、他の方にかけてもやっぱり対応同じですよねっていうような話をして、まあ、はっきりしたことは言わないんですけども、その他のね、そのやっぱもうみんな守りに入ってるから、もう会話ははっきりしたことを言わないから、なんとなくああいうふうな様子だったら岸田さんとこ電話かけてもまた断られるんだろうなって、でそもそもその秘書の人が岸田さんに全部が全部電話かかってきた内容とか上げてるかって言ったらそれはないと思うんですよ。じゃあやっぱりテレビのニュースとかの方法で電話かけましたけども無理でしたかを、まあ、YouTube で言うか、あのまあ僕も八方塞がりで、まあ、この言葉使ったりしたら、まあ、この辺のところが、まあ、もう今日それ一回言ってるんですよ。もうこうなるんですけどね、八の字。ああそう、大事なことでした。安倍晋三さんの、お母さんに、ご冥福をお祈りいたします。まさかその、うん、僕の母親の方が先に亡くなるとは思いませんでした。でただまあ、うん、まあ安倍さんと、まあ、話できなかったのが あって、まあそれが僕の人生の中でのまあ悔いのある部分、せっかく来てくれていたのに認識できなかった僕は安倍さんだと。もう家帰ってからですね、買い物行って、買い物中も気づいてなかったですね。家帰ってから安倍さんのウィキペディアで身長を確認して、で他の、まあ、顔のパターンあるじゃないですか、そのちょっと潰れてる時の顔とか、そういう時の顔のパターンとかを見た時に、ああ安倍さんだっていうのがそれでやっと認識できたっていうことで、うん、もうそもそもみんな結構変わったですし、そもそも身長までみんな頭の中入ってないし、そんなところにそんな有名な人がとか偉い人があるから僕でも認識できないんですよ。そのある程度そのまあテレビ局経由ですけども、まあ交流、まあ国会中継も、うん、まあ交流といえば交流かもしれませんけども、実態があるようでないような交流、それを積み上げてもやっぱりいつまで覚えてれるかって言ったら、実際会って話し合ったことだと思うんですね。あの電波の世界で話し合った内容って長い間やっぱり覚えてられないじゃないですか。ああそれがやっぱり心残りで、まあ他の方でもそういう方いっぱいいらっしゃったんですけども、例えば良い曲を作ってた坂本龍一さんっていう方、まあ昨年お亡くなりになられたニュース、昨年かその昨年だったと思いますね、あのお亡くなりになられたニュースで、坂本龍一さん、そのお亡くなりになられてからいろんな映像が出てくるじゃないですか。で『徹子の部屋』で坂本龍一さんが僕へのメッセージで大きな声で「あう!」って思いっきり大きな声でよくわかるように言ってくれてるんですけど、一番最初におっしゃっていただいたのはいつかなと、もうそれすら思い出せない。その2002年サンパレス六甲で勤務する前なんじゃないかなと思うんですよ、その頃って。ちょっとその辺のところは分からない。でその後は会いに来てくれたのかとか、あったらあったで、そのどんな話をしたかの記憶さないし、
まあちょっと今お腹なってるんですけども、うん、まあそういうふうな部分で、うん、あの方法はやめた方がいいですね。声かけれないんだと思います、みんな僕に。記憶で確実に声かけれた人間は1名だけ思い出せるんですよ。それは神戸市兵庫区の港川という神戸電鉄の駅で、改札口の出口に、その時の結局僕の方は気づかなかったんですけども、僕に一人でね、一人で僕にはっきりと、ゴミというものですけどもって、これなら払ってもいいけどって言ってくれたんですよ。僕どこの台か全然わからなくて、その時あれゴミ、え、報道関係とかで誰かいたっけ、音楽関係でも来ないな、いやっていう形で、いや、おっしゃってることはっていう状態だったんですよね。もう結局僕も返答、こういうことは返答すらなくて、どうやろうこの人っていう形で、いやもう全然知らない人だしの感覚だったんですよ。で、後から、うん、もう何日も経過してから YouTube か何かで、動画で、昔の動画か何かで、いや、ただコンピューターもね、誰かが声かけたら多分そういう動画が出てくるようになってると思うんですよ、 YouTube も。ライジンでよかったと思うんですけども、格闘家のゴミ選手でしたね、元選手の。ああそうだったって、頭の中貸したりとかでって、ああ思い出した思い出した、ああそれでかって、ああ払うって。だからこれ性質の問題かもしれないですね。そのなんていうんですかね、その正直ね、やっぱり殴り合いの喧嘩とか僕怖いですし、特に4対1なんか絶対もう絶望的な状況じゃないですか。で、僕なんか両方割られて、その後神戸大学附属病院で強制わいせつやられて、それが人生で初めて触られた状況で、僕は今でも童貞であって、でもうこんな無茶苦茶な人生ずっと歩まされてるから、だから正直いつもある程度の共感っていうのは持ってる。で、それで日々生活してる。で、その、例に例えると、まあ、安倍さんとかもそういう部分ちょっとあると思うんですよ。なんかこう、暗殺されたりだとか、うん、そういう怖さっていうのは、やっぱり昔の歴史を知ってる方だったらそういう怖さがあったりすると思うんですよ。だけども、それ踏ん張って、ずっと装備されて、じゃないですか。で、そのゴミ元選手がその声かけれたのって、そういうような、あの格闘技生活でそういう荒ごとに慣れてたから、別に喧嘩口調じゃなくて落ち着いた口調で、であっさりと「俺だったら払うけど」ってその言ってくれたんだと思うんですよ。でも正直そのゴミ選手は、まあ、元選手ということになるんでしょうけども、どこに住んでるかもわからないですし、その、うん、インターネットのウィキペディアがそのアナウンサーでもいろいろと嘘の表記がある。で、まあ、昨年でした、報道の日という TBS の番組で7時間ぐらいの番組で出ていたものは、女優の田中麗奈というものが別の名前で、畠山かな、何かそういう名前で、コメンテーターとして出ていた。女優として、脱いでる写真集を出していた。で、もともと神戸市のホテルウルツラパークに働きに来ていたものだったんですよ。で、僕はもうそれは、報道の日に向かって、なんで脱いでるやつが混ざってるんですっていうことを伝えてるんですよ。ダメですよって、そんなやつ出したらって、テレビにって、無理だからって。で、 YouTube でもそれ言ったか、まあ文字として文章で、記載していて、うん、それをしたら下でインターネット記事で流れていたのはモーニング娘。の田中麗奈っていう、同じ名前なんですけども別の人間
こしいことばっかりしてる。で、そのどちらが夢なのか僕も分からないんです、本当に。両方夢の可能性もある。まあまあ、正直、こんな世の中の状況だったら、エネルギーの残存量問題とか解決できないまま、もうこれほぼ確実に先進文明滅ぶだろうなっていうのはもう僕の認識ですね。全人類が死ぬわけじゃないかもしれませんけども、50億人以上が死ぬんじゃないですか、まず間違いなく。どう考えても無理ですからね、食料今更トラックとかなしで運搬って。ただただみんな、まあまあ、そのゴミ選手みたいにね、あっさりと、俺だったら払うけどっていう、いうようなことを言ってくれる人、って、まずいない。いなかった。で、やっぱりみんな顔が変わってる傾向は多々ありますね。だからテレビに出てる時の顔が良すぎたのか、やっぱり来た時に、強制的に違う顔にさせられているのか。野球選手の岩隈っていう投手が昔いたんですね。で、岩隈元選手も岡場駅でこうずっと立って待っていて、僕は通りかかった時にもう だいぶ顔が変わっていて、なんか体格のいい人間がいるなと思ったんですよ。で、携帯電話で喋りながら、俺もこの顔だったら無理だと思うって、まあ、僕もかな、まあ言ってたんですよ。誰やろうって思って、顔がもう激変してるんですよ、完全に。もう最初からね、その顔はなんか安倍さんもそうだったじゃないですか。で、大江真理子も顔激変してるんですよ。もう同一人物だと他の人だったら絶対思わないですよ。めちゃくちゃな顔になってますから。正直どちらかというと、まあまあ怖く見えますね、顔自体が。どちらかというと、その、ホラー寄りの方で。怖いほんとに。で、僕もそういう顔に、その、なってたことが、例えば、渋谷株式会社で勤務してる時にって、ありましたから、別に喧嘩とかしてないですよ、普通にずっと敬語で。だけどもう、今考えたら長時間労働とか、そういうところで、そんな顔になってしまったのかなっていうところですね。だから、誰かに何か言われて、例えば店長とかたまには怖い顔ぐらい見せてとか、何かそういうふうな、なんか冗談で言ったりとかしてね、それで。で、事務所帰ってきた時に、僕の顔見て、あいこ、どうしてもそんなに怖い顔してって、こう、なんかちょっと片言言葉みたいに、本当に怖そうにして、何があったんって、こう。だから、なんか僕はね、どっかで、こう、激怒していたんじゃないかとか、まあそういうふうに、考えたんじゃないですか。だからそれ、僕も分かんないですよ、顔も変わる法則性。怒ってなくても顔がそういうふうに普通に生活していてもそうなるから。分かりやすいのは、例えば寝転んでテレビ見ていたりとか、 iPad とか開くだけでそうなる。もうその時点でやっぱり電話番号と声じゃないかなって思うんですよね、本人確認。声はなかなかそんなに大きく変わることがないですから、その時の感情とか喋り方で声が違うように聞こえるっていうことはあるかと思うんですけども、まあまあ安倍さんとなって話するとしたら、その大山大統領が広島へ訪問してくれた件だとか、まあその辺の話ですよね。で、大山大統領も広島来てくれた時に、確か、僕は二十歳ぐらいの頃からお勧めしていたのが抹茶のアイスクリームだったんですよ。で、それを提供していただいて、まあ大山さんも美味しそうに、すごく満足そうな表情を、笑顔になって食べてくれていたっていうのがすごく印象的で、まあ
そういうふうな話ができたらいいかなって思ってたんですよ。ただもう正直僕はもう経済の話もどうでもいいですね、本当に本当に本当にもう本当に、あ、ダメだこれはって、エネルギーの残存量問題を考えたらって、あ、これ経済金稼ぐこと自体悪党だったわっていうことが分かっちゃったから、それ安倍さんに対しての皮肉とかじゃなくて、だ安倍さんがそのもともとこれ一般人向けの方に今言っておきますけども、正式な総理の年収って4000何百万円なんですよ。で安倍さんは2400万円まで下げてた方なんですよね。でこの間それ YouTube で他の国会議員の人がね、あのNHK の会長か NHK の上の方の、まあ多分会長だと思うんですけども、総理は2400万円の年収なのになんで君は2700万円もあるんだとか、なんかそういうふうなことを、もなんで君はそれも多くの金額を得てるんだとか、なんかそういうことを国会でものすごい叱られてた、その NHK の人がいて、で他にもなぜこのものはこれぐらいの立場のに年収800万円もあるんだっていうことで、いやだからその辺のところちょっとだけその YouTube かいつまんで見ただけ、他にもあのすることがあったからちょっと僕あの笑っちゃったんですけども、あの2400万円のあの記事の話本当だったんだって思って、でそれででそこから先のその800万円の話は、まあ多分、まあ、年収800万円っていうことは、まあ、40歳以上ぐらいの方で、でそこから先はどんな気持ちがさせたんだろうの方で、本当にこれまた僕みたいにむちゃくちゃな労働時間課されてたのかな、どうかな、もう安倍さんもそうだと思うんですけど、僕ももう政府のしてること全然わからないから、もうやっぱりテレビでまとめるしかないと思うんですよ、情報で。もうだってそんな日本中の人が集まって会議なんかできるわけないじゃないですか。仮にね、どうせ絶対これありえないですよ、ありえないですけども、まあ僕のね、その動画がチャンネル登録者数が1000人超えて、で過去365日を遡って動画の再生時間が4000時間を超えました、生ライブができるようになりました、いろんな人たちがコメントできます、だけどもね、あの全員もしコメントし始めたあれどうなるんです、ランものすごいスピード流れていくんじゃないですか。で、あれ、コメントするときって、確か Facebook の登録は必要でしたよね。だから、そんなにみんながみんな自分で Facebook の登録なんかしないでしょ、めんどくさくて。コメントできましたっけ？あれ、メールアドレスでしたっけ？ YouTube のコメントって。僕も Facebook、確か Facebook だったと思うんですよ。Facebook を登録するときに画像の貼り付けがわからなくて、もう最初もう自分のもうなんか写真とか貼り付けようかなと思ってたんですけども、操作がよくわかんなくて、で名前だけ打ち込んだ後もう結局これどっからどこまでしたらいいんだろうって、もうほったらかしで、もう何かコメントできたらいいかっていう形で、で何かこう海外を意識して、もうそこまで意識するんだったら多分、アルファベットで表現しなきゃならなかったと思うんですけども、日本語でケースケアワイもう自分で見てもやりにくいですか。あ、これダメだろうなと思って、多分この動画安倍さんもご覧になってると思うんですけど、笑うような声で頼んで届いてますんで、あ、まあ、一つの基準として、そのやっぱり僕見ていて、その死んだことになったニュースとかがそれ見ると裁判所の試験笑いながら言っちゃいますけど、あれもうどっからどこまで本当なんだろうってなるんですよ、本当に本当に。でやっぱり社会の基準として、今回はその明確に、あ、もう多分そういうことだろうなっていうことで、まあ証拠はないですけども、これは一応、まあ、世間の皆さんに言っておかなきゃなんないだろうなって思いまして、その、安倍晋三さんの、その、お母さんが、まあ、介護状態で、まあ、その状況的に、もう、その、っていう状態で、それで、死んだことにして、
まあ、政治から離れたと。その、まあ、一般人方向けに言うんですけど、その元総理経験者の人たちの会合とかあるんですよ、長老会みたいな形で。でそういうのとかも出席しなきゃならなくなるから、だからもう死んだことにしてもう完全に身を引かれたんだなって。まあただまあ安倍さんにいろいろ提案させてもらって、その安倍さんもすごく踏ん張っていただいて、まあ世代は違いど僕と安倍さんの間にそのまあいろんなその信頼関係とか、まあ、絆っていうものがあったんだろうなと、まあ僕は受け止めています。で、世間の多くの人に知っていただきたいのは、総理もお金で動いているわけじゃないと。一生活保護者である最低所得者の人間の意見を尊重していた。だから内容で判断して、まあ、動いてくれていたと。そういうことなんですよ。まあそこに僕は、まあ、自分がしてきた行動の価値とかを見出してますし、まあ、自分が生まれてきたことの価値っていうものを、見ていた、見つけていた。ただし、それが自分の親が認識できないまま、その親の中では僕はそのだからそういうその総理大臣とかテレビ局のその有名人の人と、あなたは知り合いなんじゃないんやでっていうような感じだったんですよ、僕の母親。全然信じてくれなくて。それは日々の生活の一つの負担でもありましたし、まあそれはビビたるもんですよ。外からその絡んでくる連中、その数の多さからしたら、もうそれはビビたるもんなんですけども、何でもそれは、結局残念で。だからまあ昔、多分安倍さんもおっしゃってたと思うんですよ。他の議員さんとか、まあたまに大きな会社の役員さんとかの、文句言いますけども、例えばトヨタさんとかでそのトヨタ秋夫さん話違うじゃないですかみたいなことが言ったりしてますけども、けどまあ皆さんおっしゃってくれてたと思うんですよ。僕は二十歳ぐらいの頃に早く結婚した方がええでって。その後自分が活躍した時のその活躍した姿っていうのをその親に見せれる人っていうのは世の中まずあんまりいらっしゃらない。じゃあ何で親が安心するかって言ったら、やっぱり自分の子供ですから、まあ、結婚相手がいて、幸せそうにしてるが、これが一番親がその安心してその姉のようにその旅立てる条件なんじゃないかなって僕は思っています。そういうことはね、まあ、結婚式場ホテルマンとして働いていたときに、そういうことをおっしゃる方、スピーチでいらっしゃいましたね。だからあなたたちは、親に、その新郎新婦の方に、親に今この場で良いことをしてあげてるんですっていうことを、明確に述べられている方。まあ、披露宴のスピーチとかで、まあ、楽しく盛り上げようとする人 とすごく良い文章を、読んであげようとする人、まあいろんなケースの方がいらっしゃいますけども、まあそういうふうなすごく良い文章をおっしゃってる方たちを見た時に、あすごいなって、いいこと言うなって、日々そういうことを考えて生きてるんだなっていうことを、まあ、僕は、学ばさせていただきました。そういうことが、まあ、思い出せるようになっただけでも、まあ、その辺のところは生き方が変わったからかなとは思うんです。まあ、動画での挨拶でしたけども、まあまあ今日ちょっといろいろあれこれ言っていて、まあ外も今日朝出だしは曇りだったんですけども、まあ、だいぶこういう明るい、まあ、日に変わって、まあそのやっぱり
あの絵はあると思います。でまあ今日言ってる内容とかでも外の明るくなったり光量って上がってるんですよ。だからまああの絵の方たちも喜んでるんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。あの人たちも気が晴れるとか、まあそういうふうな形で、うん、まあそういう部分もあって天気は変わるんだろうなって僕は思ってます。だから去年のあの台風の発生してる数が少なかったのも、ある程度その社会の現実的な部分っていうのをある程度伝えましたし、それによって、まあちょっと人によっては、ああ世の中そんなものだったんだっていうことで、いい意味での諦めがつく。そんなに仕事仕事って仕事の方で走ると余計な建物ばっかり作って、全然そのエネルギーの残存の問題に取り組めてなくて、結局我がの稼ぎでっていうことになっちゃいますから。ただちょっと僕の中でも目標を失っていますね。だからこの間ね、あの、昨日 YouTube でアップロードした内容で、石川県の能登半島の人たちが、まあ、大きな被害を被ったじゃないですか。で、その中で、甲子園の選抜に選ばれた高校生の子が、まあ、後先は前後逆だったと思うんですけども、その後かな、うん、その前に選抜で選ばれてたのかな、あの、まあ、祖母を、津波が来た時におんぶして、丘を登って行って、おばあちゃん助けてるんですね。でそれを見て僕昨日その石川県の、高校のチームを、勝たせるみたいなこと言ってたんですよ。そしたらやっぱりその日ね睡眠時間やっぱり短くなって後からこの動画撮影し終わった後その石川県のやっぱりちょっと見直せてもう言おうと思って、でもうこれ笑いながら言った方がいいでしょう。僕はもう泣きながらちょっともう勘弁してほしいとか言い始めたらもうみんなあの元気なくなるでしょう。もうこれぐらい多分いいとこいいと思うんですよ本当に。でもう後からそれ撮影しようと思ってちょっとねあの逃げる時は本当に徹底的に逃げようと思ってます。メリハリつけて本当に安倍さんまさか自分も死んだまあなんかこれ前のなんか笑い話があった方が、安倍さんもまだお母さんお亡くなりになってその数日しか経ってませんし、まあ、ちょっとした今のあんな話の方がいいでしょ正直。ああまああの、うん、まああとは安倍昭恵さんもこの辺の近くの住宅からいきなり横から出てこられたのを後から家帰ってから気づきます。なんか見たことあるなって。でその一緒にもう一人女性がいて見たことあるなやばって何か言って安倍昭恵さん。そりゃそうやわって言ったんですか。わからないですから。安倍晋三の、妻の安倍昭恵ですとかこう何か言ってくれなかったら、その前にねちょっとややこしい状況があったんですよ。まあだいぶ、日焼けしてる父親と思われる人物が、うん、3歳か4歳ぐらいのお子さんですね、まあ小さな自転車に乗せて、ヘルメットをかぶらせてるんですけども、多分子供が途中から押して押してとか、もう漕ぎたくないになったと思うんですよ。で、そのお父さんは自分で漕げっていう路線で、その世の中厳しいみたいなことを結構な口調で言ってるんですよ。で、あれええんかなって思いながら僕もどうしよう、なんかなだめた方がいいかなって。とか思いつつ、まあ何も声かけないまま、そのまま歩いていったところに、その、安倍昭恵さんと、まああの、元 NHK 会長の名前の方の家から、まあ僕の昔のその原稿杉と本知ってる人だったら知ってると思いますけども、あの、六親等先、ギリギリ親戚の範囲内で、その、神奈川県で上田さん
ていう方、多分、いや、河瀬、僕は二十歳ぐらいの頃したはずですから、その NHK の会長のっていう、まあまあ、その家から出てきた時に、その安倍昭恵さんたちのその2名も見ていて、なんで私たちが言わなあかんのとか、なんかそんなこと。どうしよう、このじゃ どうしよう、僕も、いやもう子供泣いてるんですよ、本当に大泣きして。うわどうしよう、わうわうん、まあけど、それ警察に言うもあれだしっていう、こういう時は児童相談、電話番号何番だったなりますよ。窓口どこだったっけってなります、なります。まあ結局、そんな状態でしたね。だから、まあ、やっぱり、すれ違ってから、ある程度時間経過してからですね、思い出せるのは。で、まあ、安倍昭恵さんへのメッセージですけども、まあ、あの時は、そういう状況で、見たことあるなんて、そういうことなんです。なんかあるな、見たことある、なんかどっかで、ぐらいなんですよ。正直ね、女性の方が来られても、多分ね、今、東京都知事現職の小池さんが来たとしても、僕、なんか見たことあるな、このおばちゃんぐらいの感覚しかないんですよ、本当に。別にこれ、見下してるとかじゃなくて、女性で、社会的、国会議員とか、都道県知事とかなられる方って、すごい確率低いじゃないですか。あんまりいらっしゃらないじゃないですか。だから、どうしても、まあ、女性の大きな大企業の 役員さんとかいらっしゃるかもしれませんけども、まず、覚えられる、まあ、覚えること自体がまずはないですし、その、会社の登記簿とかで、1回2回見たところで、やっぱりもう数日したら、名前忘れるじゃないですか、正直。いや、これもう腹割った話で、経団連の発売。僕らも全員覚えてるわけじゃないから。ほとんどの人が言ってくれてますから。あ、やっぱりそうですよねって。世代交代ありますし、って。まあ、やっぱりそうなるんですよね。だからまあ現職の小池さんがこの辺来ることはまずないとは思うんですけども、ないと思うって思ってるから見ても僕も気づかないんだと思うんですけどもさ、そんなにたくさんいろんな人の顔をインプットしながら外歩けないから、なんか見たことあるなぐらいで大体通り過ぎます。でさらにマスクしてみる。正直に言います。自意識過剰。一人で歩いてたら分かる。大体もう、まず声かけられることなんかない。僕ぐらい、通るところが、いろんな人たちにね、もう大体この範囲で、あの人生活してるっていう形というか、あいつ生活してるみたいな形で、それで絡んできてるっていう状態で、どうしましょう、安倍昭恵さんへのメッセージ何って言ったらいいかなと思う。いやだから安倍晋三さんがお亡くなりになったことになって、まあ、政治からもう遠ざかってるじゃないですか。それでその安倍昭恵さんが居残る組みたいになって、その選挙の手伝いとかに出てたからちょっと前。いやもう僕も状況よく分かんなくて、その政治に関わっておきたいのか関わっておきたくないのかもうよく分かんなくて、本当に今何ってメッセージを発したらいいのか、もうよく分からない。会社の社長さんとか、その賃金の不払いとか行った時の、その窓口で対応したことのある人間の電話かけた時の、対応の仕方、同じ対応の仕方しましょうか。いや僕もよくわからないんですけど。本当窓口に電話かけても、いやこちらの方でも社長の〇〇はちょっと
連絡してもどこにいるのかわからないんですけど平気で言ってきますから。あどうしましょう本当にこれなんか。まあまだ僕は笑いながら言ってる分にはその幸運の負担にはならないから、まあ、いいんじゃないかなと思ってもう気軽にこういう風に言っています。このどうしようもない状況もうねもうこう結婚問題もねもうこの間最終的にまあ佳子さまも含めてなんですけどもその今まで淡い圭介の結婚話とかにまあまあまあ僕が巻き込まれた方だと思うんですけど、これ明らかにみんな自分の電話番号教えてくれないから、それはもう男性も含めて、本当に。小学校の頃の同級生が、ラルクアンシェルっていうバンドのドラムで、年齢が全然違う。これでハイドさんの顔作るのはずだと思うんですよ。で、あんまりウィキペディアの情報とか信じていたら、僕もどうなってたかって言ったら小倉幸宏のはずなんですよ。東山小学校現在夢の小学校っていう名称で神戸市兵庫区なんですけども東山町の東山町なのにその隣の町のもともと東山小学校ってそれは名前継続してればいいのに東山町なのにお隣の夢の町の夢の小学校って名乗り始めてその頃テレビのニュースどこに住むのあの人たち絶対裏でヘラヘラ笑いながらニュース作ってるでしょ。あんだけふざけたことしちゃったら絶対そうなりますよ。その一部分国会議員の善意のある国会議員の人たちが彼にどういうような状況か見せといたの。僕のは家の方のテレビの映像に出てきた時は出てくるんですよね。もう僕もあの災害時の時ぐらいしっかりその中に決まっとるやろってなってまた髪の毛染めてる連中とかが制作しバレたとか言ってるんですよ。もう僕も阪神淡路大震災の被災者だから多分その時怒ってたと思いますよ本当に。いやもう僕も言ってること多分おかしいと思うんですけども災害時の時ぐらいでいや本当は常日頃から本当のこと言っておかなきゃなんない。本当のこと言っていてもこんなにややこしい世の中みんなこんからかワールドビジネスサテライトの文句ちょっと言わせていただきほしい、いただかせてほしいんですけども、いまだに M&A とか言ってるんですよ。企業合併って日本語にいまだに翻訳できないの?IPO とか。横文字使って本当は逃げたいんでしょって。あなたたち自分たち英語分かってるんでしょって。じゃあ日本語に翻訳して日本語で表記しないと。ここ日本ですよ。いろんな横文字たくさんいただく。ドイツ語とかフランス語とか中国語かロシア。テレビのニュース。各世界中の政府の首脳の人たちとかの喋ってる声。やっぱり自分の母国の言語で喋って、他の国の言語まで。無理、絶対そうなるから、いろんな言語。もうそこの国は、もうそこの国の、もうこれワールドビジネスサテライトの人たちに言ってるんですけど、そこの国の言語に、ちゃんと翻訳してテレビで放送するの。横文字なんか使っちゃダメなの、アルファベットなんて。もういろんな言葉を混合して喋り始めるフランス語とドイツ語と英語と日本語混ぜて。喋られた絶対他の国の人たちお手上げ本当にあの海外から留学生来てる人あんな放送俺らも無理ことわざだけで日本人のことわざってややこしい。日本人自体がことわざ分かってないですしあの
あの役員の人の得意技、超必殺技怒りながら、ね、お前は上の盾になる気かっていう言い方そこでなぜか入ると返答してしまうそれ言ったら痛くなる低賃金で賃金の不払いまであるのに盾にされるんですかってその本音が会社では言えないあんな超必殺は口をどこで身につけてるんでしょうね、本当に本当にその話したら下段の人たち大爆笑、笑ってない人たちが多分言ってしまったろう答え簡単うん、神厳正野球に例えます、うん、まあ、うん、最後どう締めくくったらいいのかわからないんで、イチローさんと同じ背番号のちょうど51本で、もう時間全然さっきまで気にしてませんでしたよ。途中で気にしたのは31本な、もうちょうどこれぐらいでいいかなと思って、だけどもまあイチローさんの背番号51番、まあホームページは YK スケンリキの51番は人口の、家の件数の方で、まあ大体の数字、表記しています。それはやっぱり事実ですから、まあ世の中そういうことでした。まあ、あの、安倍さんとか、もし、なんか、こう、話したいこととかあって、まあ、来ていただけるなら、まあ、普通に家に来て、あの、もう今、インターホン壊れてるんで、修理費も、その、生活保護費から出ないんで、自分でお金捻出しなきゃならないんで、もう修理しないで、張り紙つけて、故障中です、電話をかけてくださいって電話番号書いて、張り紙してるだけです。が、あの、来てもらった時にどうしても、何々ですけど大きな声で「あ、淡い子いる?」とかこう言ってもらわなきゃなそこで絶対バレるこんなに忍び込む人たちを増やしてしまったからですよ。だから最初からあの全部話の整合性があってくるので、彼の言われた通りに警察官とかもついつい動いて、もうあそこの住宅近づいてあかんかったよ、そこの住居人じゃないでしょっていう、それでも徹底的に、あとは彼が買い物をしてる時とか電車の中とかで、絡んじゃダメよって、もうちゃんと彼と仲良くした人だけだからっていう、まあそういうふうな形で、動いてくれていたら、こんなに言わなかった。そのインターの、何々ですよ。もうこれも、それ考えただけで、ああ、もう多分安倍さんと一緒は会われへんわ、っていう状態ですね。で、正直、安倍昭恵さんの方は、ほとんどの一般人は認識力ないと思いますんで、急に言われても、元総理の奥さんの名前言われても、ほとんどの人分からないんですよ、覚えてないですから。なあ、まあ、安倍昭恵さんは大丈夫だと思いますよ、大きな声で。まあ、死んだことにはなってないですし。まあ、大体絡んでくる連中って、その政治経済とか、報道を見ない人間、いろんな意味で、やっぱり、嘘だっていうことは分かったら分かったで、もう見る気なくしますし、普通。ただ踏ん張って報道を見てる人間は、まあ、災害情報とか本当の情報も流れてくるから事業仕分けも大事ですけどNHK がちゃんと放送仕分けしてもらった嘘なしで、もう昨日もうコメンテーターの時の名前が田崎史郎さん、日体大学の時の名誉教授の時の映像が昨日ニュースウォッチ9で出てきて、もう多分10年以上前の映像なんじゃないですか、まあ、顔とかを見る限りで、やっぱり違う名前、もう僕もお手上げですが、本当にそんな映像ばっかりですから、もうしょっちゅう流れますね。で、もう大体バレる頃
ってもうテレビ出てこなくなるぐらいの時期にこっそりバラすっていうのが、なんかもうその監視をやめなきゃならないんだと思いますよ。まあ、お二人によってもしょうがないと思うんですけど、多分まあ自民党の人たちとか見てくれてるとは思うんですけども、まあ他の党の人たちもちょっと気になってちょっと見ようかな正直気になるみたいなところで以上です。安倍晋三さん、長い間、政治活動お疲れ様でした。まあその良いことがね、たくさん総理の任期の時にできて、まあただし止めれる部分を止めれなくてっていうところは、まあ、お互いにとっての、まあ、心残りだとは思います。まあ、だけども、良い部分のところぐらいはしっかりと覚えて、まあ、悪い部分は、ずっと前から僕は YouTube でずっと言いっぱなしですんで、ね、万博とか、カジノ関係のこととか。で、まあ、老後、楽しい生活、まあ、見つけていただけたらなと思います。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、また何か言いたいこととか伝えたいことがあったら、YouTube にアップロードしますんで、まあ、その辺僕も気軽に動いてます。以上です。